はい、こんにちは、横山たけしです。ですね、横山たけしのトイレ小学校かなんかの勝手に作ってるんですけど、皆さんために作ってるとかそういうんじゃなくて、自分ために作ってる自分のトイレの小学校なんですね。で、どういう意味かっていうと、なんか本とか読んでも、なんかそこに線を引いても、その線を引いたところをもう一回読み直すことってないじゃないですか。で、その線を引いてるところとか、そういういいなって思ったところをノートに、書いたりしても、そのノートって僕は読み返す人はいいんですけど、僕はなんか半年に1回とか1年に1回とか、それもほとんど読み返さない状況が続いてたんで、もっと効率がいい方法ないかなって思った時に、そのハガキサイズのやつにキーワードというか、その本とか読んだりセミナー聞いたりしても、DMD っていうか、違いをもたらしが、結果を出す人とうまくいかない人の違いってあるわけじゃないですか。そこのポイントっていうのをメモしたり、これは全然自分できてないなとか、うわこれ全然未熟だわとか、これピンときた、すごいな、面白いな、この考え方ずっと定着させたいとか思ったのを、こういうふうに字にしたりするんですね。で、それをすることによってすぐ思い出せるし、すぐ習慣化もできるんですけど、なんかそういうのを自分のために作りました。それで、あなたのちょこっとそういうお役にも立てたらね、嬉しいなと思って、こういうふうに YouTube で喋ったりとか、こういう字にさせていただいたりとか、文章にさせていただいたりしてます。自分が成長するために作ったものです。あなたのためにもちょこっとでもなればね、その嬉しいなと思っております。以上です。ありがとうございました。